こんにちは、熊田です。声優ニュースのお時間です。今回のニュースはこちら。声優さんの宣伝や SNS その他説明欄をご覧ください。それではどうぞ。科学の力ってすげえ。名作文学を AI 音声による朗読とテキストで同時に楽しめる電子書籍読み人プラス、この度声優内海賢治さん、小西克幸さん、梅田修一郎さんの声を AI 音声化し、日本文学の名作を朗読する音声コンテンツが電子書籍ストア、リーダーストアにてリリースされました。 AI 内海さんは夏目漱石の我が輩は猫である、坊ちゃん、宮沢賢治の雨にも負けずの冒頭部分、 AI 小西さんは芥川龍之介の羅生門、 AI 梅田さんは太宰治の走れメロスを朗読。小西さん、梅田さんについては AI 音声化するにあたり、サンプルとして1000以上の文章を読み上げたそうな。内海さんについては生前の音声をもとに作成、配信は3月29日から来年3月28日まで無料です。実際に聞いてみた感想ですけど、お三方の声の特徴がよく表れていて正直驚きました。 AI なので単語の発音など完全に違和感がないとは言えません。ですが声優さんの唯一無二の声をここまで再現したかって笑えるくらい衝撃でした。特に AI 内海賢治さん、亡くなられてもうそのお声を聞くことは不可能だと思ってましたので、たとえ AI だとしても感慨深いものがありました。動画説明欄にリンクを貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。花澤香菜さん、ここ最近下手こいてしまうことが多々あるとか。2月25日3月4日開催の花澤香菜ビルボードライブ2023に参加された方ならご存知では、2月25日の東京公演ライブの最後、星空ディスネーションを歌唱している時、スピーカーに弁慶の泣きどころをぶつけ悶絶しながら歌うという失態。もっとやばかったのが3月4日の大阪公演、やっぱりライブの最後、星空ディスネーションを歌っている時に事件は起こりました。ステージの右側に移動してから真ん中に戻ってこようとした時、ピアノ奏者さんの水が置いてあった台に花澤さんの左半身が激突、水を倒してしまいます。それを察知したスタッフの方が何という心配そうな顔で見てくる。それを見て花澤さん、こう思ったそうな。私ビルボードライブ大阪まで来て、なんかちょっとふざけてるみたいになってない？なんか私ダメじゃないと。そして歌詞が飛んだそうです。さすがにお客さんも異変に気づき、あれ？という顔をしている。なんとか歌い切ったそうですが、不完全燃焼みたいな終わり方になったので悔しくて、ステージに設置されていたソファーでふて寝したらしい。なんでやねん。さすがにこれで終わるのはやばいということで、もう一曲雲に歌えばを歌唱しました。皆さんも下手こいた時はふて寝しましょう。3月18日土曜、福島県いわき市にて森久保祥太郎さんのトークイベントが開催されました。当日イベントを無事にこなし、日曜は懇親会。ただ森久保さん、とんでもない状態で懇親会に参加していたらしい。日曜の朝午前6時起床、時間があったので YouTube を見ながらストレッチをしていました。その後午前8時頃までベッドでゴロゴロして、時間だ、起きようとした瞬間です。あれ、あ、ダメだ、腰が全く動きません。ぎっくり腰かと思います。腰は中途半端に曲がった状態から前にも後ろにも動けなくなってしまったとか。そんな状態で準備をして、お客さんたちの前でトークもし、なんとか終了。半日かけて被災地を回り、車に乗せてもらいますが、まだ痛い。その車、スイッチを入れると座席が温まる機能がついていたとか。スイッチを入れるとお尻がポカポカしてきました。治ったそうです。3月22日、上田香菜さん、とある資格取得の報告をされました。先日、認定式があり、無事、ティーインストラクターの資格を取得しました。お家でお菓子作った時に、美味しい紅茶を飲みたい、くらいの動機で始めたから、1年間本当に大変だった。同期の皆様は、紅茶の仕事に関わる方が多いので、皆さんがこれからどんな活躍をなさるのか楽しみ。ティーインストラクターとは、紅茶の美味しい入れ方などを指導する、紅茶のスペシャリストのこと。日本紅茶協会が認定する民間資格です。香菜さんが投稿した認定証にはティーインストラクタージュニア資格と記載があったので、全3段階あるうちの1段階目3級に合格されたということです。3級は日本紅茶協会が定める規定の単位、年間40単位を取得し、資格認定試験に合格したものが認定されるとのこと。試験自体が紅茶に携わる業者の取得が多いみたいなので、かなり専門的で大変だったかと。3級の上は2級のシニア、1級のマスターと続き、これらの取得には実務経験も必要。3
て、西賀美月さんがこんなツイート。カナすげえ、ぜひ近いうちに美味しい紅茶を入れておくれ。カナさん、美月さんのためなら毎日でも。何それ羨ましい、誰か俺にも紅茶を入れてください。3月25日、新井さとみさんがこんなツイート。私の人生で、うわぁ変な声ですね。え、それ地声、すごい声ですね。ずーっと言われてきているわけですが、息子がカツさんの声は全然変じゃないってさっき面と向かって言ってくれまして、じんわりあったかい気持ちになってます。声優さんってもともと声にコンプレックスを持たれていて、業界に入ったっていう方が少なくないです。とはいえ今や人気声優で活躍されてます。おい、変な声って言った人見てるか。残念です。すると大原さやかさん、みっこの声大好き。なんてお優しい方、大好き。3月27日、釘宮理恵さんがこんなツイート。歯医者さんで次は麻酔やりますと言われてずっと動揺しています。はぁ、あ、怖いです。こんなにテンション上がらないお休みください、もうなかなかないよねと思いながら事務所にお休みをもらいました。麻酔怖いですよね。治療に入る前とか、麻酔もう効いたよね、効いてるよね、あと数分待った方がいいんじゃないっていつも思います。まだだ。先日、関智一さん、高速道路を走行中、車に異変をきたし、怖い体験をしました。高速に乗っていたら、突然、エンジン音が上昇しています。みたいな警告が出たそうです。最初はよくわからず、じゃあエンジンをあまり吹かさなきゃいいのか、くらいに思い、エンジンおとなしめで、なんとか目的地に到着。仕事が終わって、車に戻り、ディーラーに電話。ディーラーから、ちょっとエンジンかけてみて、と言われかけるも、先ほどとは違って、大丈夫そう。と思った瞬間、突然メーターがてっぺんまで上がって、エンジン音上昇のアラームがめっちゃピコンピコン鳴ったそうな。すると電話の向こうで、エンジン切ってとかなり慌てた感じで言われ、急いでエンジンを停止。結果レッカー車を手配してもらったそうな。関さんが無事で良かったです。諏訪部純一さん、ある理由からバイクを全て売却されます。こんなツイート。バイクの免許は16歳、車の免許は18歳で取得。どちらもずっと現役でしたが、バイクは昨年所有者を全て売却し卒業しました。背負うもの多いのでリスク軽減の意味で、車は運転技術が客観的判断で大丈夫そうと言われる限りは続けたいと思うけれど、確かにバイク事故で動けなくなってしまえば、お仕事にも私生活にも多大な影響ありますからね。先日運転免許更新の手続きで約30分の映像を見た時のこと、交通事故にまつわる実話で、お子さんを亡くした親のインタビューがあったそうですが、講習会場の中一人泣いてしまったとか、大切なもののため思い切った決断をされる諏訪部さん、かっこいいです。車つながりで松岡義嗣さん、先日こんなことがありました。松岡さん、タクシーに乗るときは必ず窓を開けるんだとか、理由は風を感じたいから。とはいえ花粉症、その日も窓を開けて顔面に風を受け、当然ですが花粉の猛攻撃に遭います。タクシーに乗っている間、ふんふんってずっとくしゃみをしていたそうな。さすがに運転手から、お客さん大丈夫ですかと心配されたみたい。松岡さん、花粉症ですと答えたとか。いや、窓を閉めたらええのでは。花粉症で苦しい中、それでも意志を貫く松岡さん、憧れ。